まなちゃんとの出会いっていうのは自分の中ではすごい大きく占めているんだけど、本当にあの人はもう出会った時からこう不思議な空気感を、普通の人とは違う、こう何かを持っているなっていうのはすごい感じていて、まあ、結構音楽のこととかいろんなこと、バンドのことをお話す以前にこう、アリス・ミゼルの大命題的なこう人間とはっていうところとかを結構語ってたりとかしていて、そこからこうどんどんバンドにこうつなげられないかっていう話をして盛り上がったりとかしていて、今まで自分がこう生きてきた人生の中でそういう話ってしたことなかったから、結構彼との出会いっていうのはそういった意味でもすごい大きかったんだけど、こう全てにおいてこう今までのバンドのスタイルの枠にとらわれない、すごい新たなアプローチがすごいできる、その時にそれ感じてたから、そういろんなこう未知なる部分を手探り状態だったけど、どんどん踏み込んでいって一つ一つこうものにしていって、そういった中でこうシビコンのインディーズラストライブとかにつながっていくんだけど、とにかくこう映画のワンシーンのようなステージにしろ、普通のバンドの概念にはとらわれないステージを見せていこうっていうのはすごい最初からあったので、その辺とかすごい話し合いながら頑張ってきて、もちろんこれからもそういう姿勢でどん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 新しいこと、予想もつかないことをみんながどんどんやっていければいいと思ってます。インディー時代の楽しかった思い出といえば、ツアーが一番印象深いというか、各地方でいろんな人と触れ合い、そしていろんなもの、美味しいものを食べたりと、実際インディーズの頃っていうのは自分たちで全部車を運転したりして大変なことも多かったのですが、それさえもくと思わず楽しめたというパワーみたいなのもあったりと、実際ライブハウスとかスペースとか、箱の大きさとかってすごい小さかったんだけども、その限られた空間を自分たちで全部飾り付けて、ステージを作り上げるっていうのがすごい楽しくて、あとやっぱり常にやっぱり前を向いていたので、決してその時点で満足することなく、常識にとらわれず、縛られず前を向いていこうっていう気持ちで自分たちの世界を大切にして、あの時代があったからこそ今の自分たちがあるんだと本当に思うし、常に現状に満足することなく前へと進み続けること、これからもそうだみたいですね。
インディーズラストライブ、一番印象深いのはあの壮大なスケールの中のセットで自分たちの世界観が表現できたということが一番心に残っています。それまで数多くの演出の中でも特にあのライブのオープニングであったヴァンパイアの演出が自分の中で今でも一番印象に残るものとなっています。とても素晴らしいライブだったと思います。結成当時から思い描いていたマリス・ミゼルっていうものの形がここに来てやっと形になったなっていう、自分たちでも納得のいくステージができたかなって。あの日のライブは演出にしろステージングにしろずっと手探り状態でやってきたことが一つ一つ実現していって、そういう思いをこのビデオでみんなにも感じてもらえたら嬉しいです。